株式会社倉では、高機能樹脂や繊維製品などを製造販売する日本の大手化学メーカーである。本社は、東京都千代田区、大手町及び大阪府大阪市北区にあるが、本店は創業の地である岡山県倉敷市に置かれている、東証一部上場企業。日経平均株価構成銘柄。近代日本を代表する実業家の一人でもある。 大原孫サブロにより、1926年に、レイヨンの国産化を目的として設立される。代表的製品は、ランドセルで有名な人工比較、クラリーの、機能性樹脂、エバール、クラレポバール、高機能、エラストマー、セプトン、ハイブラー、合成繊維、ビニロン、ベクトラン、乾式不織布、クラフレックスなど、多数。マジックテープは、クラレの登録商標である。 倉敷し希石の経営多角化を目的に大原一族が創業したが現在はクラボーとの関係は営業面のみに関するものであり人的関係や資本関係は一切ない2001年度には30%だった海外売上高比率が2018年度には68%となり海外での売上高の割合が年々高まっている 日経225銘柄を構成する一社である。正式な社称は設立時に制定された。同信園を二つ重ね、中に、も、三つる招きゾーン即急急速新、新速左官、清水愛、疲労無休の思想を図評化したものである。売上げの約4割は、ポバール、エバールなどを含む樹脂事業で挙げている。 液晶に使用されるポバールフィルムで世界シェア80%ガソリンタンクや食品密封包装などに使用されるエバールで世界シェア70%など機能性樹脂を中心とする新素材で高い競争力と独自性を持つことを事業の特徴としている。また事業競争力の維持のため研究開発を積極的に行うほか2001年には ボバールのシェアで競合するドイツのクラリアント社から製造プラントを一括して買収するなどの直接投資も積極的に行っている。その他49社その他2社テレビ CM では人口比較クラリーノのアヒルをキャラクターにした CM が知られているが2006年に新ロゴマークが登場、その後2007年11月からナルメリコを起用した企業 CM が放送された。 繊維メーカーから科学メーカーへ進出したクラレを PR する未来に化ける新素材。ミラバケッソがキャッチフレーズで電車内と高校教室を舞台に日常の空間の中で突然登場する造語。ミラバケッソの T シャツを着た男性陣を見てなるみが疑問に感じてしまうというコミカルな CM。なお、電車編では京成電鉄の特急列車スカイライナーで ロケが実施されている。JR 東日本山手線のトレインチャンネルでも同じ内容の CM が同年末翌年初にかけて放映された。その後も、なるみとアルパカのクラレちゃんが共演した企業 CM ミラバケッソシリーズの続編が放映された。東日本大震災後の2011年4月からは同社の社会貢献活動を紹介する企業 CM として ランドセルは海を越えて、キャンペーン、少年少女科学教室並びに、クラレ作業所の3作品を、同社提供番組の日経スペシャルガイアの夜明けなどで放映している。いずれも BGM は、平原彩香の大きな木の下。過去には、どちら様も、笑ってよろしくや、クイズタイムショックなどで、番組スポンサーについていた。また、 大阪市の野田阪神にあった系列の結婚式場、クラレシラサギの CM は、閉館後の現在も関西地区を代表する懐かしの CM として知られている。2014年からはソチオリンピックへの出場が決まった、スキージャンプの高梨沙羅が出演する、企業 CM の放映がスタート。イメージソングは、高梨と同じ17歳のシンガーソングライター、新山しおりの楽曲。 今ここにいる沖を。2014年12月から黒島ゆいなを起用した企業 CM が放送されていた。CM に出演するアルパカは、ナスアルパカ牧場で飼育されているものだが、ここではアルパカが熱中症になるのを防ぐため、夏になると前頭の体毛を借り上げてしまう。従って CM に出演できるのは1歳未満のアルパカに限られるため、毎年代替わりしている。 2013年の CM に出演していたアルパカは、カイカイ君という名前であり、これに合わせて、クラレのキャッチフレーズに地球開会が加わっている。2018年7月頃からは、クラレの真ん中をテーマとして、シャーロット・ケイト・フォックスを起用した、企業 CM が放送されている。クラレ、新潟事業所中条工場、1989年クラレと合併は、 1959年から1995年まで工場の製造工程から排出される一部の排液を地下に未処理のまま注入処分していた。地下に処分していた排液は合成樹脂の原料であるメチルメタアクリレート塗料等の原料であるメタクリル酸流安の製造工程で生じる副生物であった。体内脂の指摘を受けこの事実が発覚した2006年に 工場で生産していた複製物の排水を成分分析した結果、1リットル当たりシアン化合物が最大0 5 9ラム、鉛とヒ素がそれぞれ約0 3ラム含まれていた。同工場は排液を地下浸透させるための専用の井戸を10本掘り、昭和34年から平成7年までの約36年間で計94万7000トンを地下浸透させた。 なお、同工場が地下処分を開始して間もない1965年には、同県内で新潟水俣病の発生が新潟大学から公表され、1968年には昭和電工かのせ工場からの排水に含まれていたメチル水銀が原因であるとの政府見解が発表されている。2005年9月9日午前10時43分頃、 岡山事業所の作酸ビニル生産工程で火災事故が発生。同日午後12時13分頃沈下。事業所内外における負傷等の被害はなし。2006年1月岡山事業所の作酸ビニル生産工程は正常運転に復旧。2018年5月19日午前10時27分頃、クラレの子会社であるカーハーアメリカインクの エヴァール工場で火災事故が発生。当時は工場に266人が勤務していた。21人の労働者が火傷、高所からの飛び降り、転倒で負傷した。負傷した従業員が訴訟を起こした。11月28日エヴァール工場の発災ラインの稼働を再開。カーハーアメリカ、インクは行政処分として約920万円の支払いを命じられた。 2019年10月24日くられは火災事故の米国訴訟の一部原告と和解したと発表した。和解金は約100億円。和解金を含めた140億円を訴訟関連損失として計上している。11月27日くられは火災事故の米国訴訟に関する合理的な損失の見積もりを行った結果、新たに340億円を特別損失として 計上した。合理的な損失の見積もりを行った原告は160名調のうち140名調となったと発表した。2020年1月6日くられは1月3日に火災事故の米国訴訟の他の一部原告と和解したと発表した。和解金は約289億円。12月23日くられは2020年12月23日までに 他の一部原告との間で和解に基本合意したと発表した。和解金は約170億円。すでに支払った和解金や弁護士費用なども含めると、かかった費用は合わせて727億円に上るとしている。2019年11月22日東日本地区及び近畿地区の浄水施設、ごみ焼却施設等の一部で使用される。 特定活性炭の製造販売に関して、独占禁止法に違反する行為があったとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。課徴金は、クラレグループで7147万円。ありがとうございます。